嬉しい、見に来てくれてありがとうございます。今昨日の DMM 見てた。お、嬉しい、ありがとうございます。昨日はね、夏祭り公演があったのでね、楽しかった。昨日はうん、急に通知来てびっくりって。ありがとう、見に来てくれて。30分ぐらいしよっかなって思ってます。藤子の生誕スピーチを親のように見守るヒーローさん、こんばんは。嘘、親みたいなあれでした。懐かしい、ココハのね生誕祭ね、面白かったな。めっちゃココハがもう全面的に出てて、ココハっていうのが、それが皆さんにどんどん伝わってるのが嬉しいです。私はココハの本当に面白いところは、ヒコパン携帯扇風機も使ってる。今年あの私持ってるんですけど、あのハンディファン持ってるけど、あの使ってない、まだ今年自分のやつは。でもこの間サマステの時、あのスタッフさんが持ってきてくださってたやつは使いました。でも自分のやつは今年まだ全然使ってないですね。なんか充電して使うやつで、なんか充電の線がなんかどこかに行ってて、まだ探そうっていう気に慣れてないから使えてないです。その充電するコードが発見できたら充電して使います。でも探さないまま夏が終わられそう。キファシとオソロは暑かった。あ、嬉しい、気づいてくださって。昨日実は公演、目撃者公演の時に髪の毛お揃いにしてたんですよ。なんかね、あの私結構早めにメイクさんに髪の毛してもらったんですけど、そう、髪の毛してもらいに行ってる途中にゆうなちゃんが今日ヒーローちゃん何の髪の毛するのって聞いてきてくれて、え、なんか聞くってことは一緒にするかなって思って、まだ決めてないんですけどって、その時は本当に決めてなかったから考えてて、で結局髪の毛してもらって、あ、そういえばゆうなちゃんさっき聞いてくださったから、一応こねしましたって伝えようと思って、トントンってしてこれにしましたって言ったら、そう、あ、わざわざ言いに来てくれたのって言ってくれて、じゃあこれですかって聞いたんですよ。その流れで今日髪の毛これですかってしたら、いいよって言ってくれて一緒にしてくれました。嬉しい。でもあの、そう、写真一緒にしたから一緒に写真撮ろうねって言ってたんですけど、完全に撮り逃しちゃってて、そう、公演が始まってからも二人とも気づいて、終わってから撮ろうねって言ってたんですけど、お互いね言ってたけど、完全にねやっちまいました。せっかくお揃いにしたのに。だからお揃いが見たい方はぜひアーカイブを見てください。お願いします。パン屋さんこんばんは。パン屋さんはあの開いてないんですけど、ただパンが好きなだけです。そう、昨日は夏祭り公演で、あの追加で一曲披露させていただいてきまして、さよならクロールを披露しました。
めっちゃ夏、もうイントロがイントロで夏、もう本当に夏嬉しい。あの私的にはあのさよならクロール披露させていただくの2回目で、実は世界水泳の去年世界水泳のイベントでに出演させてもらった時に1回さよならクロールさせてもらってて、そうだから嬉しかったですね。そうサマステではさエブリデイカチューシャ、もうそれもめっちゃ嬉しかった、最高です、めっちゃ夏嬉しいな。なんか本当に見てたやつとかをテレビとかそれこそ見てたやつを自分がしてるなんて、歌って踊ってるなんて、しべちゃん今日の声も元気だったよ。なんかさチラッとね見たんですけど虫取りの網かぶってませんでした？もう本当に面白い、最高です、本当にもうめっちゃ、もうしぶりちゃんは本当にずっと、だって一緒にいるとずっと喋ってくれるし、ずっとなんかみんなを笑顔にさせてくれるので本当にねありがとうって感じですよね。本当にみんなしぶりちゃんのおかげで昨日はたくさん笑っちゃいましたね。自分でさ、だって家からゴーグル持ってくる？普通ゴーグルとあのなんだっけ水泳の帽子持ってきてたから、もう気合がすごかったですよ。ひーちゃん汗かかない方だっけ？いや私もともと普通に学校学生の時とかは全然汗かかない方だったんですよ。本当に汗全然タラーってなったことないぐらいにあったんですけど、なんか公演とか出させてもらうようになってからめっちゃ汗かく、多分結構私汗かくタイプになった、代謝が上がったとかな。そうずっとずっとのね、いつもゆうなちゃんとずっとずっとでハートみたいなするところがあるんですけど、そう昨日は髪お揃いだったからハートじゃなくて髪の毛お揃いってしました。よく気づいてくれて嬉しい。そういえばネイル変えたんだ、キラキラ、ちょっとシンプルしました。切腹さんミラーボールありがとうございます。北川ひろちゃんのゴーグルはいつですか？いつとかないです、ありません。てか今家にあるんかなゴーグル。私小さい時って言っても幼稚園の時なんですけど水泳習ってました。でも本当に幼稚園の時に習ってただけだから多分あんまり習ってたからすごい泳ぐの上手なのって聞かれると別にそういうことではなく人並みに泳げるぐらいなんですけど、幼稚園の時に習ってて、でも最初なんか水泳ってちょっとずつクラスが上がっていくじゃないですか。なんか最初初級みたいなからちょっとずつなんか難しいやつのクラスになっていくみたいな感じだったけど、私幼稚園の時はもう本当に最初らへんのクラスで終わったから潜るぐらいしかしてないかも
あんまり泳いだ記憶がないから、なんならあの手に浮き輪、あの腕になんかスポッてはめて、両腕にスポッてはめて浮くやつしてた。小学校まで習ったんかな、ちょっとだけ、どうだったか忘れた。さよなら黒丸、ゴーグル持ってきていいんだよ。持ってきません、持ってきませんよ私。面白い、しおいちゃんだけです、持ってくるのは。うん、本当にね、ゴーグルでめっちゃ笑ったもん。だってさ、私あの最後のMC の場所、立ち位置的に渋井ちゃんと隣なんですけど、その曲披露 し終わって、でゴーグル外してパッて横の渋井ちゃん見たらさ、うっすらさあのゴーグルの跡がこうやって、ま、目の周りにちょっと跡ついてて、それにちょっと笑いがこらえられなくてめっちゃ笑っちゃいました。あと昨日の自己紹介 MC、なんかいつも面白いけど、みんな昨日いつも以上になんか面白くて、めっちゃ自分的にはツボすぎて昨日笑いが止まんなかったです。面白かった。そうよ、自前のゴーグルね。サマステ配信のアーカイブ見てた。お、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。どうでしたかサマステ。そう、サマステがあった日も配信したから、サマステの話ちょっとそこではしたけど、最近は夏ソングメドレーで AKB 関連の曲が流れると心の中でミックス。あ、そう、お店とか結構なんかオルゴールバージョンみたいなやつで流れてたりしますよね。わかります。私はそういう時は心の中でめっちゃ歌ってる、超歌ってる。そう、変わったの。水泳キャップ似合いそう、私。それって嬉しい、嬉しいやつ。さよなら黒丸、水色さん、レインボースターありがとうございます。ね、リンカはシンクロ習ってたからすごいですよね。でもさ、なんかやってそう、背筋とかめっちゃ綺麗だからさ、ピンってしていいからめっちゃ想像できる。リンカがなんかシンクロしてるの見てみたい、気になる。シンクロね、すごそう。嬉しい。合間合間にサマステ見返して余韻に浸ってるね。なんか本当にここ何日、昨日一昨日でめちゃめちゃ夏すぎて、夏サマステに、夏祭り公演に、あ結構夏を感じました。昨日一昨日で楽しかったな。
ね、楽しかった。サマステの翌日の目撃者大丈夫でしたか？でも全然大丈夫でした。だってたくさん寝ました。寝てめっちゃゆっくり寝たら結構体力がもう回復して意外と大丈夫でした。全然なんかもしかしたらやばいかなとかも最初思ってたけども全然ね大丈夫でした。でもただ普通に筋肉痛にはなってたからたまに痛いかもってはなるぐらい。でもそんなに大丈夫でしたよ。全然楽しかった。めちゃめちゃ博多のスーパーパン屋さん目指違います。目指してない。でもでもはおかしいかもだけど結構パン屋さんしてみたいなとは思うし今日お母さんとそれこそ話しました。なんかパン屋さん楽しそうじゃないみたいな話して。ちょっとやってみたいパン屋さん。そう昨日はアンビシャスヒーロー YouTube でさせてもらってるラジオの収録をしまして誰が出演されるかっていうのはまだ名前は発表されてないから投稿更新される日までは分かんないんですけど昨日無事収録を終えましたのでぜひ楽しみにしていただければ嬉しいなっていう風に思ってます。内緒なんですけどね。でもめちゃめちゃ喋りました。すごい楽しくてあっという間だねって言って話してくれました。超楽しかったな。なんかね最近楽しいことばっかり。皆さんのおかげで夏が楽しい。でもなんかそんなに外に夏っぽい遊びをしに行ったとかは全然今のところないけど、でも今度なんかおばあちゃん、私結構おばあちゃんとね会ったりして、なんか昔から夏休みとかは結構おばあちゃん家に行って遊びに行ったりとか、おばあちゃんと二人で遊びに行くことが結構多くて、でも最近ね一緒にどこも行けてなかったけど今度ご飯行こうねっていう約束が今日できたからそれも楽しみ。なんか泳ぎ早そうだよ。ヒーローちゃんめっちゃバタフライとか泳ぎそう。バタフライねできないできないけど多分平泳ぎとかなんかずっと多分泳いでくださいって言われたら多分泳げる気がする。気がするだけ。ここもう何年はさ泳いだりしてないからわかんないけど、今年夏は浴衣着た着てない。今年着てない。皆さんは来ましたか？というかお祭りとか行きました？お祭りもね、あそう私お祭り昨日の自己紹介 MC でも言ったけどね、急遽行こうってなったメンバーの同士でちょっとお祭りにちらっと行けたのが行けたんでした。結構夏ですよね。それは
そう、17日ひじりさんの生誕祭なので、目撃者公演初参戦を、嬉しいです、ありがとうございます。パン屋さんの名前、名前はやっぱひいこパン、ひいこわかんないだって、ただなんか本当にパン屋さん開く人みたいになってきてそしたらたくさん買いに行きます、嬉しい、優しい、みんなパンについてたくさん書いてくる、パンね、パン美味しいですよね。私昔まで、ご飯とかパンとかは何か、なんだろう、その素材、素のまま、素材のまま食べるのがあんまり得意じゃなかったんですけど、でも最近結構お米だけでお米を食べるのも好きだし、食パンを私結構断然トーストとする派だったんですけど、なんか焼かずに何も乗っけずにその食パンのまま食べるっていうのも結構意外と好きってことが分かって結構好きです。で、あと塩パンも好きですね。意外とね、昔はいっぱいなんか詰まってるパンが好きだったけど、意外とそのまま系のパンも結構好きです、最近は自分的に。てか昔は圧倒的に明太フランスパンが大好きすぎて一生食べたかった。ガーリックトーストとかも美味しいですよね、わかる。特別なゲストはまだ内緒です、わかんないです。ゲストは急に決まったの？急にというか、まあこれもラジオの中で話してるからあんまりだけど、ゲストの方がこうやって出たいなっていう風に声かけてくださったっていう感じです。もっと詳しくはラジオでちゃんと話してるので、まだ聞いてくださいって感じなんですけど、でもそんな感じなので、ぜひお楽しみに。憂鬱なバラさん、リンボスターありがとうございます。お祭り行ってないよって、なんかさ思ってた、なんか私お祭り行きたいなとか思ってたけどさ、なんかいつの間にか終わって出て全部そうだから一瞬でもちょっと行けたのが嬉しかったな。ベーグルも大好き、なんかブルーベリーとかが入ってるやつがあって、それもめっちゃ好きです。そう、そんな感じ。夏らしいことは、でも絶対にまだ夏間に合うと思うんですけど、花火はしたいな。なんか最近、去年もしてない気がする、花火というか何年もしてない気がするから、手持ちの花火はやりたいなって思います。だからなんか海とかも行きたいなっていうのもあるけど、でも多分絶対に行きたいなっていう気持ちはあるけど、毎年行かないから絶対自分行かないだろうなっていうのが分かるから多分行かないと思うけど、花火なら頑張って頑張ったら叶えられそうな気がする。そう、線香花火ね、したいですね。線香花火をしたい。
かに夏らしいことまだ間に合うと思うし。でもさ、早いですね。8月も半分終わってるから、意外と半分ぐらい、今14だから早い、あっという間、早いな本当に、時って早いですね。ね、気づいたら年末になってる、なってそう、早い、終わっちゃう。でもさ、そうしてたらあっという間にオンライン握手会とかの日も来そうですね。ハイタッチ会とか、皆さん来てくださいますかね。ハイタッチ会に、おしゃべり会じゃないや、はい、ん？ハイタッチ会とオンライン握手会、知らん間にヒーローの生誕祭で、早21歳だよ次、今20歳なんだもん。お、嬉しい。てかハイタッチ名古屋は初上、私名古屋行くの初めてなんですよ、そのハイタッチ会で。人生で名古屋へ行ったことがなくって、だからぜひ一緒に、一緒にっていうか皆さんは行ったことあるかもだけど、私の初名古屋を一緒に過ごしてください。ぜひ楽しみ、なんか美味しいものたくさん食べたいなって、前の配信でもなんか話した気がする、みんながなんか美味しいものを教えてくれました。名古屋、名古屋、なんかサマステもたくさんね、準備期間からめっちゃ楽しくって、リハーサルの時から、だからなんか終わっちゃってあっという間にね、楽しい時間が過ぎてって、なんかでも写真見返しながら楽しかったなってめっちゃなってます。サマステ毎月見たい、確かにそれぐらい楽しかった。しかもね、衣装がね可愛かったですよね、チームごとの、あれは良かったです、本当に素敵な。しかも私のお気に入りポイントは、衣装をみんな髪飾りあるんですけど、今回私カチューシャの髪飾りで、髪飾りカチューシャで、それもめっちゃ可愛い、すごい好みな、なんかね、私ちょっとふとカチューシャの幅が太いやつよりなんか細い方がなんか自分に合うのかなって思ってて、まあ多分好みだと思うんですけど、自分の完全な、でその私の好みのなんかサイズ感のカチューシャでめっちゃ嬉しかったです、超可愛くてね、可愛いの、めっちゃ可愛いから、いろんなところでたくさん着たいなって思う。新衣装はひろちゃんの名前入りなの？そうですよ、私のあの名前の入った衣装がこれで4つ目かな、1個目は一番最初に6期生の夏制服の衣装、あの黄色と黄色水色みたいな衣装の制服の、ここにリボンがついたね衣装に、で壁写真、あのお花柄のさ可愛いこうリボンが胸元についたやつで、今の壁写真の衣装をで、チームのサマステで着させてもらった衣装、すごい嬉しい、嬉しいですね、こうやってなんか自分の名前が入っている衣装って、すごくなんか大切なものが増えました。生きがい、
五個。危ない。あ、嘘。こんな時代に。やばい、めっちゃ気づいたら。たくさん。自分の。名前のやつが。増えていってる。なんかめっちゃすごいことですよね、普通に考えて。ぶっ飛ばしすぎましたね、今のは。ディアジェーノってひーちゃんの衣装、なんかあれは多分衣装さんがあの日のためにたくさん装飾つけてくださって準備してくださいました、ね、何回もこうやってフィッティングしてくださって、じゃあ靴はこっちにしようとか、じゃあここはこうするとか、なんかいろいろねキラキラにしてくださったり、ね、準備してくださってて、だからあれ一回しかはね、あの時の一回のために用意してくださったから、なんかねすごい嬉しいから、なんかいつかどなんかの機会でもう一回ね着させていただけたらいいなって勝手に思ってます。素敵な衣装に自分の名前が入ってて改めて幸せを感じます。夢みたい。そうだから私も入ったばっかりの時とか、まあ今もなんですけど、こうやってコンサートで衣装着させていただく時にこうやって先輩方の名前の入った衣装を着れる時にすっごくね、やっぱりあの先輩の名前が入ってるとか、あの方が着られてたやつだとか、すごいいつも見ちゃうんですよやっぱり。そうだからなんかそれが自分の名前バージョンになってるのがすごい不思議ですね。不思議、とても嬉しいですじゃあこの辺で今日のランキングを読もうかな。今日のランキングを読みたいと思います。13位ゾウちゃんさん、12位太陽さん、11位ユンユンさん、10位ショウちゃんさん、9位ヒロッチさん、8位みんなみくさん、7位ともちゃんさん、6位みなみさん、5位切腹さん、4位憂鬱なバラさん、3位茶沢通りの魔術師さん、2位水色さん、1位はたけさんでした。今日も集まってくださってありがとうございました。ぜひあのオンライン握手会とかかあの相立ち会気になるなって方はぜひ明日15日ですよね。明日の15日の14時まで受付申し込みがあっておりますので、ぜひお待ちしてます。前回皆さんがのおかげで、あの前回のシングルの時のおしゃべり会はその全作品の時よりもあの完売を増やすことができまして、そう部数も増やすことがね皆さんのおかげでできたので、今回もねもしというか私の目標的には完売を増やしていけたらいいなっていうふうに思うんですけど、でもそうやって来たいなって思ってもらえるように頑張りたいなって思ってます。
お、ありがとうございます、嬉しい、行くねって、ありがとうございます。いや今日も配信見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい。今日もありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。